つまり新しい経済圏を自分のなりにどういうふうにしてブリコラージュによって作るかっていう、それがテーマだ。俺は家をなんでここまでわざとやってるかっていうと、そのエコノミクスという語源になるわけで、エコノミクスっていうのは経済でしょ。経済の語源はオイコスとノモスっていう言葉、古代ギリシャの言葉。オイコスっていうのは家っていう意味で、ノモスっていうのはあり方っていう意味。実はエコノミクスというのは自分の住んでる家っていうものをどのように捉えていくかとか、どういう方法論で家を建てていくかとか、それこそアマゾンの奥地だったら草木とね、その藁とかを持ってきて重ねていく、これがその人の経済という考え方だ。身の前にあるこの木とこの木を俺はこういうふうに使うっていうのが、そいつの生き方だから、生き方が本当は経済なんだけど、エコノミクスってイコール生きるってことだから、今俺ら知らぬ間にそのキャピタリズムの中に入ってて、それの中でどうやってうまくいくかとか、それこそその現代美術とかそういうアートであるって言われてるものでさえ、アートマーケットっていう中で、つまり無名のやつは 1号なんか何千円で、有名になったらサザビーズで16億円とかで売られるわけ。で俺はそうじゃなくて、自分の絵があるんだけどね、俺のドローイングは1枚1坂口って言ってるんだけど、1坂口はイコール日本円に直すと50万円なの。どういうことかというと、1枚この H サイズのドローイングを描くのに1週間かかるんだけど、1週間描いちゃったら2ヶ月ぐらいちょっと描けないの。つまり2ヶ月ぐらい俺と嫁さんがちょっとウハウハで生活していける値段っていう数字を俺が作ったわけ、自分の体が作ったわけ。1ヶ月に20万かかるのが俺の生活費、5万プラスされるとちょっとウハウハなわけ。つまり25万かける2ヶ月で50万、つまり俺の1坂口は50万でセッティングしたと。それで俺がそのカナダのね、今そのボーイングアイランドっていう市長もやってる中国の国家主席の、まあ顧問弁護士って言った国際弁護士のジャック・アデラーという人と初めて絵を売った時の瞬間が、そういう会話をしたわけ。そしたら向こうも買おうとしたのが、45万から多分58万ぐらいの間だったら買うとかね、これ公益って言ってるんだけど、つまりこれ俺が10万って言ったらこの人買わないね。安いから売れるって問題じゃなくて、その俺の価値とその人の価値がピッタカーンってこうピッタシカンカンになった時に、初めて経済というのが、つまり俺の家の在り方というか生き方とか、その人の生き方とシェイクアウトした瞬間に本当は経済生まれるの。そういうふうに、つまり60万って言ったら売れなかった。つまり自分を高く見積もりすぎたら売れない、低く見積もっても売れない、自分の在り方っていうのは何なのかっていうのを発揮して見せるのがエコノミクスという、今回の独立国家の作り方では、つまり俺が絵をジャック・アデラーに売る時をあの例にとりまして考えてみましょうって。